月曜日の花。おばあちゃん、今から花屋に行ってくるね。すみれは玄関先で叫ぶと、カバンを中に放り投げた。その日は朝からずっと花屋の使いのことを考えていた。どこにどんな花を届けるのだろう。学校が終わってケーキ屋のショーウィンドウすら寄り道せずに帰ってきた。し、おじさんが起きちゃうだろう。まずはサンドイッチでも食べていきな。昼間家にいるのは祖母とおじの二人だけだ。母親とおばは織物工場で働いている。直線縫いをしたりボタンホールを縫ったりすると母が言っていた。おじは午後から明け方まで働いているので昼間に眠る。朝すみれが起きるのと同時におじは床に着く。すみれはチーズとハムを挟んだサンドイッチをがぶりとかぶりついただけでごちそうさまをした。それくらい花屋に気持ちが焦っていた。花屋の扉を開けるとミス・ホルスマがツツジでドライフラワーを作りながら優しく話しかけていた。こことあそこと、それからあそこも撮りましょうね。何にも心配しなくていいのよ。これから綺麗になるんだから。こんにちは。来れたのね。嬉しいわ。ねえ、いいことを考えていたのよ。何だと思う？わかんない。今日はね、花は売らないでおこうと思うの。かといって花屋はお店だものね。お金を出す人は物がもらえるわけだけど、花は物じゃないわ。だからお客さんには、私はあなた方には売りませんって言いたい気分なの。花というのは売るべきものじゃない。育てるものであったり、贈るものであったりするべきなのよ。花が買われると心配になるの。水は十分にもらえてるかしらとか、日当たりのいい窓際に置いてくれるかしらとか、日陰に置かれたりしないかしら、花の美しさや香りを楽しんでくれる人はいるのかしらとか、お客さんの顔を見れば分かってる人とそうでない人はすぐに分かるわ。だからきちんと分かっている人に花が渡りますようにって願うのよ。分かってるって何が？花は生きてるってこと。すみれも忘れないでね。もちろん生きているのは花だけじゃないと思う。生き方は人間とちょっと違うけど、物はすべてそうだと思う。そうかもしれないわね。でも造花と違って花は作られたりしない。どの花にもそれぞれ個性があるの。この世界に一つとして同じ花はないわ。この世に二人のスミレがいないようにね。誰も花を作ることなんてできないの。花屋に置いてない花だってそうよ。作れないの？王様ですら？今までそんなこと考えたこともないわ。王様ができることってほんのわずかだと思う。聞かれたら私はそう答えるわね。ミス・ホルスマはいろんなことを知っていた。そのどれもがスミレにとって初めて耳にすることばかりだった。あ、いいえ、聞かれなくてもそう答えるわ。さて、最初の花をお願いしようかしらね。あ、そっか、どれを届けるの？スミレはすっかり忘れるところだった。これよ、チューリップを一輪。ミス・ホルスマはスミレに鉢植えのチューリップを手渡した。